ジャンプはフィギュアスケートにおける要素の一つ。フィギュアスケートにおけるジャンプは、ジャンプを飛ぶ際のエッジの使い方、踏み切り方、空中での足のポジション、回転数により、細かく区別される。飛び上がって1回転し着氷するジャンプは、シングルジャンプ、または1回転、2回転し着氷するジャンプは、ダブルジャンプ、または2回転、3回転し着氷するジャンプは、トリプルジャンプ。 または3回転、4回転し着表するジャンプは、クワドリュープルジャンプ、または4回転と呼ぶ。ジャンプそのものを表す際には、回転数の後に、ジャンプの種類を付け加え、ダブルループジャンプ、4回転サル、高ジャンプなどと呼ぶ。フィギュアスケートでは、ジャンプの回転方向は、上から見て、左回りを正回転とし、右回りを逆回転とする。逆回転のジャンプの踏切や、 着地の足は、正回転の場合と左右反対になる。逆回転するスケーターは逆回転ジャンパーと呼ばれる。主要ジャンプでは回転と同じ方向に流れるエッジで降りることになるため、すべて右足バックアウトエッジで降りることになる。空中での回転軸は、どのジャンプも延直方向でなければならない。ISU ジャッチングシステムでは、6種類のジャンプと1。 回転から4回転までの回転数とに応じて基礎点が定められ実施したジャンプの出来栄えは口述する声による加点、減点で評価される基礎点は難しいとされているジャンプほど高く設定されているが難しさの度合いと得点の代償の開きが比例しているか否かについては疑問も提されているまたジャンプの難易度とは別の問題として選手によっての得て増えてがある 1984年の ISU のルールブックに登録されているジャンプは半回転から3回転半するジャンプまでで45種類ある。可能、不可能を考慮しなければ3回転半するジャンプまでで138種類ある。回転数を考慮しなくとも20種類以上のジャンプが存在する。ISU によってジャンプ要素として認められているものは次の6種類である。トーループ。 難易度、最低踏み切る瞬間に、着氷時のスケーティングレッグのバックアートエッジに乗り、後ろ向きに踏み切る等ジャンプ。コンビネーションジャンプの第2、第3ジャンプとしてもよく用いられる。1920年代に、スケート選手ではなく、アイスショーの役者であった、ブルース・メプスが言ったのがその始まりである。現在、ISU 公式競技会で4回転トーループを成功させている選手は、 男子では複数人、女子では二人、ISU 公式競技会で4回転トーループを初めて成功させた選手は、男子ではカナダのカート・ブラウニング、女子ではロシアのアレクサンドラ・トゥルソワ、サルコー、ナミード、低踏み切る瞬間に着氷時のスケーティングレッグとは逆足のバックインエッジに乗り、フリーレッグのエンジン力を使って後ろ向きに踏み切るエッジジャンプ。 エッジが氷を離れるまで状態が1、2回転ほど先行し、エッジもリコーリ前に、氷上で1、2回転ほど回転するのが特徴。20世紀初頭に、スウェーデンのウルリヒヒサルコーが行ったのがその始まりである。現在、ISU 公式競技会で4回転サルコーを成功させている選手は、男子では複数人、女子では3人。 ISU 公式競技会で4回転サルコーを初めて成功させた選手は、男子ではアメリカのティモシー・ゲーブル、女子では日本の安藤美希、ループ、難易度、中踏み切る瞬間に着氷時のスケーティングレッグのバックアートエッジに乗り、後ろ向きに踏み切るエッジジャンプ、氷上での回転を利用して空中での回転の力を得るので、エッジはリコーリ前に氷上で1、 4回転ほど回転するのが特徴。コンビネーションジャンプの第2、第3ジャンプとしてもよく用いられる。1910年にドイツのベルナーリットベルガーが行ったのがその始まりである。現在、ISU 公式競技会で4回転ループを成功させている選手は、男子では5人、女子はまだいない。ISU 公式競技会で4回転ループを初めて成功させた選手は、男子では 日本の羽生譲るフリップ難易度中高着表示のスケーティングレッグとは逆足のバックインエッジに乗って後ろ向きに踏み切る等ジャンプ空中での回転と同じ向きのターンから行うインサイドエッジに乗っていないフリップジャンプは通称でリップと呼ばれることもあるその発案者の記録が残っていない唯一のジャンプであるが1930年代までには すでに頻繁に行われるようになっていた事実は知られている。現在、ISU 公式競技会で4回転フリップを成功させている選手は、男子では複数人、女子では一人、ISU 公式競技会で4回転フリップを初めて成功させた選手は、男子では日本の宇野昌磨、女子ではロシアのアレクサンドラ・トゥルソワ、ルッツ、ナミード、光着表示のスケーティングレッグとは、 逆足のバックアウトエッジに乗って、後ろ向きに踏み切る等ジャンプ。アウトエッジで踏み切ることによりジャンプまでに体にかかる回転の力の方向と空中での回転の方向が逆になる唯一のジャンプ。アウトサイドエッジに乗っていないルッツジャンプは通称でフルッツと呼ばれることもある。1913年にオーストリアのアロイスルッツが行ったのがその始まりである。現在。 ISU 公式競技会で4回転ルッツを成功させている選手は男子では複数人、女子では3人。ISU 公式競技会で4回転ルッツを初めて成功させた選手は男子ではアメリカのブランドン・ムロズ、女子ではロシアのアレクサンドラ・トゥルソワ、アクセル、ナミード、最高着表示のスケーティングレッグとは逆足の前向きアウトエッジに乗り、 フリーレックを振り上げ前向きに乗り踏み切るエッジジャンプ。前向きに踏み切る唯一のジャンプである。そのため他のジャンプより半回転多く回転する必要があるので難易度が高い。日本では回転半ジャンプとも呼ばれるゆえんである。1882年にノルウェーのアクセルパウルゼンが行ったのがその始まりである。トリプルアクセルには男子選手ではカナダのバーンテイラーが女子選手では 日本の伊藤緑が初めて成功した。現在、ISU 公式競技会で4回転半ジャンプを成功させている選手はまだいない。ジャンプコンビネーションは、ジャンプを着氷した足で、ステップやターンをせず再び次のジャンプを連続して飛ぶことを指す。一つ目のジャンプをファーストジャンプ、二つ目のジャンプをセカンドジャンプ、三つ目のジャンプをサードジャンプと呼ぶ。 国際スケート連盟が公認する6種類のジャンプは、右足のバックアートサイドエッジでの着氷となるため、通常は次に飛ぶセカンドジャンプ並びにサードジャンプは、トーループジャンプか、ループジャンプに限定される。しかし、2018年ネーベルホルン坂月において、アルトゥールドミトリエフが、半時計回りジャンプにもかかわらず、左足で着氷し、世界で初めて3リットル Z 3F の、 コンビネーションを成功させ、それが認定された。そのため、セカンドジャンプ並びにサードジャンプにおいて、すべてのジャンプを試行してもルール上は問題ないが、通常と逆の足で着氷する技術を実践投入している選手は、フィギュアスケートの歴史上で上記のアルトゥールドミトリエフ以外いないため、非常に稀な例であると言える。コンビネーションジャンプの基礎点は、 各ジャンプの基礎点をそのまま加算したものとなる。例、4t プラス 3t、9.5プラス4.23.7点、3a プラス 1eu プラス 3sx、1.14.08、e、点ジャンプコンビネーションの出来栄え点は、試行したジャンプコンビネーションのうち最も基礎点が高いジャンプに常時で評価される。例、4t プラス 3t プラス4.75点、 3A プラス 1EU プラス 3SX5A マイナス2.5の場合マイナス2.00なお国際スケート連盟のルールではジャンプコンビネーションの試行回数に上限があり最高3連続のジャンプまでとなっているそのため4連続以上のコンビネーションジャンプはエキシビションなどでしか目にすることはないジャンプシークエンスは複数の主要6種類のジャンプの間を その他のジャンプやホップでリズミカルにつないで飛ぶ、連続ジャンプを指す。着氷した足で再び飛ぶジャンプコンビネーションに比べ、難易度は低いものの、セカンドジャンプ以降にトーループジャンプや、ループジャンプ以外のジャンプを飛ぶことが可能なため、バリエーションは豊富である。ただし、シークエンスの中には、ターン、ステップ、ストローキングなどの動作を含んではならない。シークエンスジャンプは、 各ジャンプの基礎点を加算したものに0.8掛けしたものを基礎点とする。これはコンビネーションジャンプを失敗した結果のカバーとしてステップアウトから2番目のジャンプを飛んだものを実質的に減点できる反面難度の割に低得点となるためにジャンプの多彩な組み合わせの試みを制限するものともなっている。2番目のジャンプとして競技会では ホップしてからのダブルアクセルがよく使われるほか、ー・乳譲ルは4回転トーループからホップしてトリプルアクセルを使うことがある。2010年、つなぎにハーフループを用いた場合、1回転のループジャンプを挟んだ3連続のコンビネーションジャンプとして採点されるようになるルール改正があった。その後もルール改正があり、採点は同じだが、表記上は1回転のループジャンプではなく、 オイラージャンプとして記録されるようになった。スロージャンプペアにおいて必須要素である。スローイングジャンプとも呼ばれる。女性のジャンプを男性が補助し投げ上げるペアのみに見られる。男性の補助があるため通常のジャンプに比べより高くより遠くへ飛ぶことができるが、転倒などの危険も伴う。種類は女性の踏切時のエッジやポジションによって区別され、 国際スケート連盟が公認するスロージャンプは単独ジャンプと同じとループジャンプ、サルコージャンプ、ループジャンプ、フリップジャンプ、ルッツジャンプ、アクセルジャンプの全6種類でスロー3回転ループ、スロー3回転サルコーなどと呼ばれる。略記では各ジャンプの種類の略記の交尾に巣が付加される。ISU 公式大会で4回転スロージャンプを初めて成功させたペアは アメリカのティファニー・バイス、デレクト・レント組、2002年ソルトレイクシティオリンピックで、中国のシン・ユキ、超広志博組がスロー4回転サルコーに挑戦し、4回転自体には成功するも、降りた直後のつなぎのスケーティングで転倒したため、ISU の認定はされなかった。ISU 公式大会で、スロートリプルアクセルを初めて成功させたペアは、井上玲奈、ジョン・ボルドウィン組、 バニーホップジャンプ前向きに滑りながら飛び上がり、回転をせずに降りるジャンプを言う。飛び跳ねるように走るウサギに似ていることから名付けられたもので、初心者などの練習で使われる初歩的なジャンプである。ワルツジャンプアクセルジャンプと同じように前向き、アウトエッジで滑りながら右足を振り上げ、空中で半回転をして、後ろ向きで着氷するジャンプを言う。スリージャンプとも呼ばれる。マズルカジャンプ。 トーループジャンプと同じ踏切で空中で半回転をして前向きで着氷するジャンプを言う。空中で足を広げるなどの動作を伴うことが多い。ハーフループジャンプファーストジャンプの着氷後に続けてジャンプをしてエッジを入れ替えるジャンプを言う。踏切がループジャンプと同じであるが、踏切った足と反対側の足のバックインサイドエッジで着氷する点が異なる。 ジャンプシークエンスの中でつなぎとして用いられ、サルコージャンプなどに続けることが多い。2010から2011のシーズンからシングルループとして認定されるようになり、これをつなぎとして用いたジャンプシークエンスはジャンプコンビネーションとみなされるようになった。ウォーレ例右足のバックインサイドエッジで踏み切り、同じ足のバックアウトサイドエッジで着氷するジャンプ、インサイドエッジで踏み切るループジャンプとも言える。 ジャンプの前のステップ、フリースケーティングムーブメントとして行われることが多い。表の記号の説明、ISU ジャッチングシステムにおけるジャンプの得点はフィギュアスケートの採点法を参照。一部の解説者はダブルではなくセカンドということもある。日本語表記はクワドの部分をクワド、クワド、クワット、クワット、ループルの部分をルプル、ダプル、 またループルの部分を省略するかしないかと、表記揺れが多く、単に、四回転と呼ばれることが、多い気球でと回転の不思議な関係スポーツ、コミュニケーションズ、ヤギ沼純子前編、コーチとの関係は、疑似恋愛ハット、デッキグナイシングザジャンプス、あ見みと潮編、現代体育、スポーツ体系1984年、P299ABISU。 ジャッジングシステムテクニカルパネルハンドブック2012年版 ISU ジャッジングシステムテクニカルパネルハンドブック2010年版は約例として 3A ハーフループマイナス 3F というジャンプをした場合以前は 3A プラス 3F の合計点に0.8をかけて11.04点だったが2010年のルール改正からは 3A ハーフループプラス3回で14.3点となる スケート、カナダテクニカルハンドブックテーブルオブジャンプス PPTD-3TD-4 ありがとうございます。